ただいま。ああ。帰り、いい飛びっぷりだったわ。さすがリンクね。で、どう？ちゃんとマップスキャンできた？バッチリだぜ。ならよかった。これからマップの調査にはマップが必要不可欠。眺望台は世界各地に設置してあるから、自由使ってちょうだい。こっからが本題よ。天変地異が起こっているのはここだけじゃない。今、ハイラル全土で異変が報告されているの。ちょっとマップを見せてくれる？まずは、こっから北西の方にある、ヘブラー地方。次は、こっから北東にあるオルディン地方。そして、こっから南西にある方向のゲルド地方。ここがラネル地方。とりあえず、多分、ゴロンとかゾーラとか、あの辺の部族のとこ行くんだろうな。異変の場所は、この4つの地方に集中しているのよ。確証はないけど、異変を調べることで、ゼルダ様の絵の手がかりがつかめる気がするのよね。さあ、プラ先生、これ噂ではありますが、北西のヘブラ地方にあるリト村ではゼルダ様の目撃情報があったって聞いたんです。うん、噂か。本来なら不確実な噂に振り回されるなんてあってはならないんだけど、今は噂だって貴重な手がかりの一つだもんね。そうだリンク、ちょうど新聞社の方にもゼルダ様捜索の協力をお願いしているの。彼らほどハイラルの情報を持っているところはないからね。新聞社はリトの村の手前にあるから、近くに行ったら、そこの編集長に会っておくべきね。きっと力になってくれるはずだから。うん。私も引き続き天変地異によって、引き起こされた落下遺跡や深穴、あとは人の出入りが多い集落なんかを調べて、姫様への手がかりがないか探ってみるわ。だから異変の調査頼んだわよ、リンク。ゼルダ様は必ず私たちに見つけ出すんだからね。よし。何？急に依頼か？ごめんなさいです。女子屋の深穴調査のことで、ロベジーに急いで相談したいことがあるんです。ロベジー、また後でなのです。さっきびっくりマーク出たのに。ロベジーってこいつだっけ？あ、ロベリーのことか。来た来た来た。ねえ、お願い。Good evening, lovely night show. Hey, you? You're the proper, the power not yet. あら、これ見たぞ。ジョシュアちゃんの地底調査が落ち着いた研究所に戻って。ねえ、ロベジー、ジョシュアの話ちゃんと聞いてる？ああ、な、そうじゃった。で、なんじゃったかの？もう、地底調査行きたいって話なのです。話聞いてくれない。もう、ジョシュア勝手に深穴に入っちゃうのです。それだけノーグッド、絶対ダメじゃ。地底は深穴の底で見つかった広大な空間。調査もほとんどできとらん。何があるのか、ミーだってインターレスティン。興味津々じゃ。しかし同時にベリーデンジャラスな場所でもある。そんな場所にジョシュアちゃんを行かせるわけにはいかん。プラの秘蔵の子に何かあったら、秘蔵の子？隠し子か。え、誰との子供なの？お前か？ミーはジ・エンド終わりじゃ。この、人を模した絵を調べれば、地底のことももっとわかるはずなんです。人を模した絵？あ、ケイサは話し込んじゃってすいません。え、今更？はい。人を模した絵っていうのはですね、調査隊が地底で調べた時に持ち帰ってくれた収集物の中にあった。あの石板が、この欠片に書かれてある絵のことなんです。うん、2本の足で立ち、片腕を振り上げているこのフォルム、人に見えませんか？もしこの絵が本当に人を表しているなら、地底に人が存在していたという証拠になるかもしれないのです。だから地底にいてこの絵に描かれているものと同じものが残っていないか、直接調べたいと思っていたんですが、ロベジーが危ないからって深穴の中に入らせてくれないのです。ジョシュアちゃん、わかった。ではその人を、その人を模した絵の調査はミーと、リンクに任せるぞい。ジジイ危ねえぞ。ユウが持っとるプラパートでその絵と同じようなものを探して、写し絵に収めて、ジョシュアちゃんに見せる。どうじゃ、このパーフェクトプラン。なんじゃ、写し絵を知らんのか。あ、ここでちゃんと教えてもらえんのか。写し絵は好きな景色や対象を絵にして残せるグレートな代物じゃ。さて、まだプラパート使いこなせていないようじゃな。まあ、使い方教えてるからついてくるんじゃ。地底には魔物もたくさんあるから、ボディーガードも頼むぞい。そうじゃん。この監視取り南より深穴から入るとしようかの。
ミア先に行っとるから準備ができたらユウも、来るといいぞい。See you soon じゃ。あ、ちょっとロビジン、ま。なるほど、別なんだ、あれ。冒険とは。行っちゃった。なんだか勇者、ケイン様に、ケイン様を巻き込んでしまってごめんなさいなのです。ロベジーはジョシュアのこととなると後先考えずに行動しちゃうです。愛があるじゃねえか。せめてこちらをお受け取りくださいなんです。明かり花か。それからこれも。え、5本だけ？深川はかなり深くて地上からの光も届かず真っ暗なんです。明かり花の種を矢で飛ばせば離れたところを明るくできるので試してくださいなんです。ロベジーが向かった深川は監視砦の南門からまっすぐ進むところにあるんです。写し絵のことはよくわかりませんが、人を模した絵のことをと、ロベジーのことをよろしくお願いしますのです。もらっていこう。あ、ケイン様、それは調査の備品や研究用のサンプルなんです。お前が止めんのかよ。お手を触れないようにお願いしますです。しょうがねえな。何俺。これ何これ。やべ、いろんなものある。これ何これ何これ。輝きの実。強い光を溜め込んだ、木の実。破裂すると周囲まばゆい閃光を放ち。光を受けた魔物の目をくらますことができる。閃光玉だ。なんか、行商人か？ハラッパって気持ちいい。庭車ショップ、アスパラガスへようこそ。ハラッパって本当に気持ちいいですよね。私のお友達もすごく気持ちよさそうです。え、お前一人しかいないだろうって。やだな。ちゃんといるじゃないですか、お友達。私はいつでもどこでも、おもながでたてがみのあるお友達と一緒ですよ。ひひん。というわけで、果ての村の名産品はいかがですか？お金がない。え、肉高っ。どれがいらないかな。ちょっとあんまり売れないよね、この序盤では。じゃあ2個。とりあえず60円はあった方がいいだろう。フレッシュミルク。ああ、すごい！うわあ、料理が、うわあ、料理の幅が広がる。12円、高いな。うわあ、買えない。もういい。あいつ、襲えば奪えんのに、なにこれ。やばそう。うわ、ダメだダメさ、それ触っちゃう。体力奪われて動けなくなっちゃいますよ、私みたいに。やべ。あ、ちょっとなったら別にいいんだ。大丈夫か。ああ、旅人さん、体調大丈夫ですか。この辺、物体正気っていうんで近づかない方が身のためですよ。さると正気を抜かれるみたいで、どんどん体力失っていくんです。かくいう私も地底調査で正気を触れてしまってこのざまなんですけどね。体調が悪くなっても地上にいれば少しずつ回復するんですけど、地底にいる間は全然回復しなくて本当死ぬかと思いました。ああ、この調査指揮を任されているのに情けない限りです。キュアーノに頼りっきりなんで、せめて朝までには回復したいもんですがね。なるほど。あ、遺跡あるじゃん。ジオシニオ。でれでれれれ。知恵の輪。うわー、知恵の輪だって。知恵の輪なんて言ったらもう俺専用の場所みたいなもんだろ。うわ、薄くらべるできる。お、できる。やったら積むんだろうな。こういう石板欲しいよな、普通に。これ、こういうさ、こう石関係があれば、武器も強いし、こう乗り物だって頑丈になるもんな。これでいいの？あ、そういうことか。あ、なるほどね。じゃなくてもいいのにな。
あ、でもジャンプして行ったりできないもんな、これ。なるほどな。こっちは？あら？あ、行けない。なるほど。こっち行くためにこのなんか謎の形の場所を行けってこと、探せってことか。え、クソ甘いな。これでどうだ。これならいけるだろ、さすがに。俺勇者だぞ。よし。え？びっくりした。オープン。防護薬。おー、レベル2、4分10。これ早く移動できるのめっちゃ便利だな。これ車がちょっと今微妙だからな。なんでこの車微妙なんだろうな。こういうことかな。いてー。あ、違うわ。これでいいじゃん。あぶね。うっす。いや、なんだかんだ簡単だったね。よし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 。じゃあな。